様々な分野の専門家がリンクしてですね、新しいものを生み出す、そういった場になるんじゃないかなと。橋渡しっていう観点からですね、新しい課題を今度は自由にですね、いろいろ幅広くやれるいい機会じゃないかと。企業であったりとか現場であったり、そこにかなり近いところで彼らは自分たちの力を発揮する。技術に落としていただければ、企業としてはそれを事業化するっていうところに手を出せれますので。